はい、皆さんこんにちは。今日も日本語の勉強をしていきましょう。今日使う単語は次の通りです。キャンセル、キャンセル。間に合う、間に合う。遅れる、遅れる。約束する、約束する。連絡する、連絡する。参加する、参加する。相手、相手。電話する、電話する。食事する、食事する。誘う、誘う。はい、それでは今日も日本語の例文を聞いていってみましょう。では始めます。もうレストランの予約はキャンセルしたの？いや、まだしてないよ。もうレストランの予約はキャンセルしたの？いや、まだしてないよ。飛行機の時間に間に合ったの？うん、間に合ったよ。飛行機の時間に間に合ったの？うん、間に合ったよ。テストには間に合ったの？いや、10分遅れたよ。テストには間に合ったの？いや、10分遅れたよ。3時に駅前で会う約束をしたよね。ごめん、忘れてた。3時に駅前で会う約束をしたよね。ごめん、忘れてた。明日朝8時に私から連絡するね。ありがとう。じゃあ電話待ってるよ。明日朝8時に私から連絡するね。ありがとう。じゃあ電話待ってるよ。来週の旅行に参加したいです。そうですか。ではここに名前と電話番号を書いてください。来週の旅行に参加したいです。そうですか。ではここに名前と電話番号を書いてください。あなたが昨日喧嘩した相手は誰なの？それは先生には言えません。あなたが昨日喧嘩した相手は誰なの？それは先生には言えません。何時頃お電話すればお話できますか？午前中でしたらいつでもいいですよ。何時頃お電話すればお話できますか？午前中でしたらいつでもいいですよ。もう食事は済ませましたか？いえ、まだです。一緒にいかがですか？もう
食事は済ませましたか？いえ、まだです。一緒にいかがですか？もう彼女をデートに誘ったの？うん、昨日電話で映画に誘ったら断られたよ。もう彼女をデートに誘ったの？うん、昨日電話で映画に誘ったら断られたよ。最後まで見てくれてありがとうございます。これからも一緒に勉強してくれる人はぜひチャンネル登録してくださいね。ではまた。